じゃあ交換していきたいと思います。さっきも言ったんですけども、イリジウムマックスですね、 NGK の。もうこのイリジウムっていうだけでなんかこう胸がワクワクしてきますよね。しかも僕はこのマックスという超寿命タイプの OHV エンジンにはですね、こんなマックスなんていらないんじゃないかと思うんですけど、なんとなくね、値段も大して変わらないんで買ってみました。見えますかね。よいしょ。細いですよね。で、このね、上のところのね、裏側にもね、小さなチップがついていて、一応長寿命化を実現しているという、こちらをね、つけていきたいと思います。ホンダのね、除雪機の場合にはね、こんなのがついてくるんですよね。まあ、説明書だとか、簡単な工具ですね。この中に入っているこのプラムレンチと、棒ですね。寒いんでね、手袋してきますね。いやー、こういう機械いじりのね、こういう瞬間って本当楽しいですよね。外れました。これが今ついているプラムですね。まあ、本当にね、綺麗に焼けていて交換する必要は全くないんですけど、まあ、本当私の個人的なもうカスタムですね、これもね。で、私いつもプラム交換だとかね、ちょっと熱のかかって、これをあまり外さないようなエンジンの時には、この、アンチシーズというグリスをですね、グリスというか、まあ、こうかじり防止のですね、やつをですね、いつもね、ちょっとだけ、本当にわずかでいいんですけど、このプラグのとこにですね、つけてます。まあ、あんまりつけすぎちゃうとね、これも良くないので、まあ、本当に気持ち程度ですね。ちなみにですね、ちなみに、今までついてたやつの型番が BP5E S とこう書いてありますね。BP5E S ですね。見えないかな。で、この新しいやつもですね、BPR5E IXP と。いいですよね、このイリジウムと、ね、これがかっこいいですよね、こだわりですね。で、こちらの方ですね、つけていきたいと思います。これをセットして、まあ、これなんかゴムになってね、脱落防止になってるんでね、こう入れたらね、ちょっとこう押してあげるといいですね。そうするとね、逆さまにしてもね、落ちないんですよね、これが。よくできてます。純正の工具って専用で作ってあるからね、長さとかちょうどいいんですよね、これ本当に。ここに刺して、これね、必ず手で回してくださいね。で、当たるところまで行ったら、でね、ここに締め付け回転っていうのがちゃんとね、箱に書いてあるんですよね。当たってからガスケット新品時2分の1、
当たってから半回転回してくださいと。それですので、今これが当たった状態ですので、この状態から、この状態からですね、半回転。半回転いらないですね、これは。よし。で、本当はですね、キャブレターなんで、この U 字の受け、噴射したときに、こっちの背面に当たってしまうと効率が悪くなってしまうんで、できればこっち側から燃料を噴射して、それでこう爆発した方がなんか効率がいい感じがしますよね。まあそんなのもね、こだわってやると面白いかなと。まあこれがね、また満足感が変わってくるんですよね。ね。それでさっき外したプランキャップを、しっかり奥まで刺す。カチッって言いましたね。カチッと。これで装着は完了です。